日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジン。最強と定評がありますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えてきた日本の課題について見ていきます。2022年12月16日、新たな安全保障関連の3文書が閣議決定されたことで、日本の防衛をめぐる議論は、様々な立場から、様々な反応を引き起こしています。防衛予算の金額としては、2023年度から2027年度までの5年間の累計がおよそ43兆円ということが判明していますが、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているようです。これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相を反映してか、NATO 加盟国自体も、おおむね引き上げる方向が確実となってきているので、今後は、対 GDP 比で 2% が基準値にはならないことも予期されます。金額面以外でも、日本では、今後の防衛予算の使途に関して、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来よりも、飛躍的に、射程距離を伸ばした兵装の獲得を進めようとしているのが明らかです。その代表格しては、開発中の1敷地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが挙げられます。ことに、前者は、まず、およそ 900km、次に、およそ 1500km と段階的に、長射程化を図っていこうとしています。こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から発射することを、最大の目標にしています。つまり、極力、自軍が被害を受けることなく、敵の地上目標や、海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしているのです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、昨今は反撃能力と政府からは呼ばれて、政治的な認知を得るべくメディアでも使われていますが、反対勢力からは自衛隊の趣旨になじまないとも指摘されています。この種の議論が、政治的に完全な決着を迎えることはないというのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する動きも新たな領域に入ったと言えましょう。日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP、グローバルエアーコンバットプログラムが推進されることが2022年12月9日に各国政府から正式にアナウンスされたことで本格的に始動したのです。日本は現在航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 をイギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンの代替となる戦闘機をこの取り組みで実用化することを目指すことになっています。現在航空自衛隊の中ではそういった区分や呼称は廃止されているが、かつては、主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、主力は、アメリカからの輸入か、ライセンス生産で調達するのが通例だったそうです。そして、後者の支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が、通例となっていました。現行の F2 も当初は支援戦闘機だったので、この前提通り、アメリカの現ロッキード・マーチン社製造の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として開発されたものでした。F2 戦闘機の開発に関しても、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、日本は、太平洋戦争後に航空機開発をアメリカをはじめとする連合国の意向によって禁止されていました。
つまり、機関部の内製化は事実上不可能だったのです。そのため、F2 は F16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行う手法が取られたのですが、開発に際しては、日本側は、すべての技術をアメリカ側に開示しなければならないという義務がありました。それに引き換え、アメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しないという、偏無的な契約だっただけでなく、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更を行おうとしても、その自由度がなく、ストレスのたまる運用を強いられたのです。わざわざ高い予算で購入したというのに、客の要求は無視だったということですね。そうした F2 開発経緯を踏まえて、日本側は、次回の戦闘機開発については、機関部の内製化を実現することを目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施したと言えましょう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年に次期戦闘機用機関部となることを目指した XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に試作機である1機を完成させ、それを納入しました。こうして納入された XF91 エンジンは、その後、2年ほどかけて各種性能テストが実施されました。結果としては具体例ですが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度1800°C という優れた数値を記録したのです。また、今後の戦闘機の機関部として、ますます重要性が増してくるであろう発電能力に関しても、XF91 エンジンは 180kW を記録するなど、一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではありませんが、大きな期待が寄せられるものになったのです。XF91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0m、全長が約 4.8m で、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンと、同等の大きさですが、前述した推力は、F2 にラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F119 に近いのです。このような限定的なテストによるカタログ値ではありますが、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たすものとして注目を集めました。さらに、2019年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019において推力変更ノズルも展示されました。この MAST アジア2019では展示された推力変更ノズルは XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等でも採用されている形式の推力変更用の装置ということです。これらの推力変更用の装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気の角度を調整して、推進方向をコントロールしようとする仕組みで、F2 にラプターでは、パドル式が採用されています。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れたステルス性能によって、敵の攻撃を回避することが想定されてはいますが、従来の戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、こうした工夫も同時に備えられているのです。これまで述べてきたように、2019年に推力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきたようですが、今後の GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これがどんな方向に進むのかは、決して予断を許さない状況です。
GACP においては、イギリスでは、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を担うことになっていて、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうです。これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。その開発には難航していると聞こえてきますが、高級車で有名なこの企業は、実は、エンジン製造については、かなりの実績があるので、ノウハウなどでも、IHI 社を大きくしのいでいると思われます。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて短期間で、戦闘機の機関部の設計から製造までが可能になると自信を持っているようで、GACP で、その成果を提示することが予想されています。